迷っている。覗きに行くべきかどうなのか今すごく悩んでいる。この動画と動画の間で悩んでいる。個人的に俺見てセーブしたところからセーブしてなかったな、そういえばな。しかし覗くしかない。体が勝手に車の中に。ここにもしもあの服がなければな、あいつかと思って間違えてっていうことがあり得るんだけど。最低すぎるだろう。怒らせといて風呂を覗くとか最低すぎる。ああ。隠すと余計やらしい。おオリーブ君が風呂に入って、あまずい。どうする、どう返す。いや見つかった、逃げ出す。ええんかこれで。コソ泥のようなことをしとるけどええんか。ふう、なんとか気づかずに済んでたな。見つかるのもまだよしだったな。見つかったがよかったぐらい。見つかってあの冷たい罵声を浴びるのもよかったぐらいね。その方がよかったかもしれない。犯人は現場に戻る。機嫌は？霊力高いからな彼女らは。おお。藤山のセンスがなさすぎると戦闘絵師批判。いや、いいのかこれで。多少好感度が下がってくれてほしいんだけど。なんか怒られたいっていう欲がある。悪いことしたら怒られたいよね。ね。悪いことをしているという自覚があればこそだけど。そういうところがあるな。そういうところがある自分の中に。悪いことをして怒られたいみたいな。つまり怒られたいのかな。でも、悪いことしてないのに怒られるの嫌なんだよな。悪いことをしているというつもりの中で怒られるっていうのは。声をかけるでしょう。誰だ、おかしいもんな。やれに、こんなところで。なんでやねん。いたっ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 た。いきなり投げ飛ばさなくてもいいじゃないか。おう。ははあ。ゴルゴかな。しまったか。海外にもそういう投げ技ってあんのかね。日本人だからさ、なんか合気道とか柔道とかそういうイメージの中でさ、なんとなくこうそういうのできるの日本人だけなんじゃねって思ってるけど、海外には海外できっと投げ技ってのもあるよね。あら、影山咲さんじゃないですか。桜大戦唯一のエロ担当。難しいとこだね。アイリス探し中なんですけどね。桜大戦のエロ担当に今何パート上がってない？ここにアイリスが。何を言うすんだ。これは断る。気持ちはわかる。しかし抱きしめたところで不安は紛れん。それはごまかしているだけだ。すぐに不安はなくなるさ。高波動が上がってしまった。
これ抱きしめたらきっと桜くんあたりがどこかから見ていて、おっ、あっ、あっ、あっ、色仕掛けが、色仕掛けが過ぎる。痛いな、ここかい。胸が、胸は大きい胸だな。大神将尉、これは何、このポイントは何、触るとどうなるの。うおー、飛ばしてしまった。まだ見る、おっぱい警報が発令していますわ。この辺はここで誘い続けりゃいいんだろ。誘い続けりゃいいんじゃないですかね。全然進まなくなっちまった。ちょっと目見るか、喋るか。足首誘ってんだけどな、おかしいな。色っぽいな、お。ないし、そんなコマンドが。あ、足を見てしまった。足さすってただけだぞ。ちょっと、スケベなこともしようと思ったけど。ダメだ。どさくさに紛れて胸を何度も触っていたのはいただけないけどね。ダメだ。もうこの作業体制はおしまいです。やはり見られていたか。さくらくん、これには理由が。ちょっとさくらくん待ってくれ、話を聞いてくれ。こいつ、いやいや、元、いや、まあ悪乗りした、悪乗りした部分はある。つい胸に目が。海はいいな。かき割りだけど、かき割りだけど。やう、大神。かやまじゃねえか。久しいな、かやま。いや、久しぶりだな、大神。元気そうで何よりだ。俺は幸せだな。これ小安か？当時プレイしてて知らなかったけど、やっぱ小安なのか。なんだ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 、忘れたのか。友達がいのないやつだな。海軍士官学校でお前と席を並べたこの香山雄一を忘れたのか。香山雄三っぽい。なんだ、随分かっこよくなって。ところで、こんなところで何してるんだ。幸せだな、同期生であるお前とこうして再会できるなんて。ずっとその見てらしたんですかね。俺があのスケベなマッサージをしようとしてたの。そんなことどうでもいいじゃないか。ねえねえ、早くさくら君を追わないと。まさに工事魔王師だな。うるせえよ。女の子とチャラチャラしているといつか痛い目に遭う。うるせえよ。俺はさくら君一筋なんだが。じゃ、俺はこれで失礼するよ。一筋と言いながらチャラチャラしてるかもしれない。桜大戦というのはそういう、あ、何？大神。はい。屋根裏部屋へ行ってみろ。お前の探しているものがきっとそこにあるだろう。うるせえ。そこにアイリスがいるってはっきりと言ってくれ。うるせえ。だがその前にどうしても
さくらくんに弁解しないと。あっ、ん、あ、レインだ。階段降りていったような地下になんのようだろ。難しいな。最優先はさくらくんだろう。最優先は、うん、その後、その後レに行って、最後はアイリスだわ。アイリスの優先度の低さ。怒ってる、めっちゃ怒ってる、すいません、ごめんなさい。ちょっと待ってくれ。たとえここで好感度が上げようと思う。引き止めればよかったのか。なくなったもんな。何も何もなかったということもない。無理やりに引き止めればよかったのか。わだかまりが。隊長ってのはな、信じてもらわなくちゃいけないからな、隊員に。だから、うん、そういうことよ。なんだろう、不誠実であるという姿を見せるわけにはいかないんだよ、隊員の前で。隊長だからな。それが桜大戦の大神隊長のあるべき姿なんだろう。ナンパでチャラチャラしたやつが隊長なんかやってたんじゃ、隊がまとまらん。さっきのは猛省だな、猛反省。隊員の心配とかをちゃんとね。これで正解か。このパート全部好感度下がってないか。アイリス探しをしてるつもりなのに。いやー、見事な失敗っぷりを遺憾なく発揮して。さあ、これはアイリスも先が思いやられますね。アイリス戦も。てんてれんてんてん、てん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 。この曲すこ、可愛い感じの曲なのに少し物悲しい憂いを帯びている。そう、やつは悪気があって言ってるわけじゃない。いや、もしかしたら悪気の塊かもしれないけど。そうやな。つか、アイリスフランスに返してやればいいのに。パリ歌劇団もあるんだから。返してやればいいのに。まあ、こいつも大概優秀だな。フランス語もわかるし、日本語もわかると。大概優秀だ。隊員の不安とかね、悩みとかそういうものを解決していくためにね、一歩踏み込むと。その結果恋愛感情が生まれるのは致し方なしだけど、初めからこのキャラ行くわみたいな狙っていく、そういうんじゃダメだな。肝に銘じていこう。初めからなんかこうナンパに行くっていうのはダメだな。全員とイチャコラしたいみたいな、そんなんじゃない。桜大戦に教えられますね。机がでかい。なるほど。
ご機嫌いかがでしょうか。私は大神一郎、帝国歌劇団花組の隊長です。硬いかな。おお、まあね、お父様とお母様に手紙を書くわけだから、ちゃらけたことを書くわけにはいいか。さぞアイリスのことをご心配されていると思いますが、さぞ大層っていう意味だ。ああ、さぞってのは大層って意味だね。元気にやっています。じゃあダメか、おてんばですの方が良かったかな。なんでこいつ子供扱いされるのが嫌なんだ。子供だろう。よいしょ。アリスは必ず私が守ってみせます。それが隊長としてのベストの言葉だ。アリスが悩んだり困ったりした時にも、アリスは必ず私が守ってみせます。アリスは私たちの大事な大事な仲間なのですから。普通だった。アイリスに対して普通だった。うん、ありがとうお兄ちゃん。腹減った。お昼だからね、腹減りますわ。どうして？ゲーム的には夜だけど、もうお昼なんです。お腹減ってます。グー。どうした？本当は違うの。どうした？急に悲しげに。アイリス、小さい頃ずっとお城の中にいたの。城？フランスに城が。そう、アイリスが小さかったゲッティンゲンとかさ。ゲッティンゲン、力の使い方が分からなくて。町の名前か。ロマンス街道とかさ、ノイシュバイン、ノイシュバンスタイン、シュタイン賞とかの。一人ぼっちのお部屋で暮らしてた。水曜どうでしょうのイメージで、ドイツにはいっぱい城があるイメージなんだけど、フランスにもやっぱ城あんのかな。アイリスもパパやママと一緒に遊んだりお出かけしたりしたかったけど、アイリスはいつだってジャンポールたちとお話しするしかなかった。なんかあのね、親となんかの絆のない子供ってすげえかわいそうだなって思うじゃん。まあ実際そうなんだけどさ、あの最近矢沢永吉のウィキペディアを見ててさ、優しくでいいよ、力強くじゃなくていい、優しく包み込むように矢沢永吉のウィキペディア見てて、母親は若あの結構すぐに生まれてすぐに蒸発して、で父親は、まあ、矢沢永吉で広島出身なんだけどさ、原爆症の影響で小学校にぐらいの時にはもう他界しててさ、それからはもう親戚たらい回しみたいなウィキペディアに書いてあってさ、まあ、もう親いな、親とのつながりないんや。アイリスよりかわいそうかもしれん、矢沢永吉の方が。いや、なんかこうこのかわいいロリのさ泣いてるのの横には矢沢永吉の絵がこう浮かんでてさ、俺の目には。お兄ちゃん、別に矢沢永吉はかわいそうじゃないと言ってるわけじゃないんだけどさ、ことさらにかわいそうと今思えない。あんまりそれでも強く立派にメジャーになれるかもしれない。この後横浜に行ってキャロに入るから、あんまり矢沢永吉のことは知らないんだけど、工藤とかもね、あのホークスの監督の工藤とかも結構ね波乱万丈の人生を送ってきて、まあ、彼なんかもね、お兄ちゃん、工藤監督なんかもね、あの結構若いうちに母親がと離れ離れというか離婚とかして、父親はその写真をこう全てね母親の顔写真のところにこうちぎってるみたいな。だから母親の顔をつい最近まで見たことがなかったみたいなね。
話があって、これも母親、父親、つまり父親はいるけどね、両親いないみたいなもんだしな。ああいいとも、存分に全然話聞いてなかった。工藤の話って全然聞いてなかった。ありがとうお兄ちゃん。それじゃお兄ちゃん、おやすみなさーい。あ、おやすみアイリス。嬉しいな。ねえお兄ちゃん、完全に頭の中はアイリスのことが今度から矢沢永吉と工藤のことでいっぱいで、遊んでね。まあ遊ぶぐらいだったらどうでもいいよ。でもな、これぐらいのか緊張が一人ぐらいやったらまあなんとかなるけどな、2、3人となるともう手に負えんよな。アイリスのそばにいてね、アイリスのそばにジャパニーズヌードルそば。おやすみアイリス。ただし大神の寝る場所なし。タラララララって言ってて、そろそろセーブさせてくれていいんじゃないですかね。セーブポイントが見つからない。アイリス、そうか、一緒に寝てくれって頼まれたんだっけ。一緒に寝てていいのかい。まあアイリスだからいいか。俺がさくら君と一緒に寝てるとかなったら、あのかなりね、かなり問題だよな。あ、今ふと嫌な予感が、ふと嫌な予感が、さくらくんにどう思われるだろうな。あのこの時間が経つと選択肢がなくなったり増えたり変わったりする、このバーすげえプレッシャーが半端ない。あ、好感度上げに行けばよかった。いや嘘はな、よくねえな。ねえ、さくらくんはなんかあの誤解のあった後、明日は笑顔で、今日は無理だけど明日は笑顔でみたいな、はすごいまっすぐな瞳で見られている。一緒に寝たみたいなことを告げたら今日はいい朝になりそうだよ。誤解をしてないか。大丈夫か、さくらくんのあの目は。誤解をしてないか。怯えているな。さくらくんの目に怯えている。どんな桜大戦じゃ。ほう。手紙をお願いします。いいとも、お安いご用だ。お腹がグーグーいってる。昼間の絵だからまあいいでしょう。あら、警報？敵さんが朝っぱらから。ういっす、やってきます。こちらの守備は。今後ぐらいだったら閉めておきますよ。おっと、ん？どうしたんですか？靴紐ってなかなか切れないよな。演技は。違う靴履いていける。さあ戦闘パートかな。お、やっぱ桜大戦2はいいね。やっぱ1とは違いますわ。ゲームとしてのクオリティが高い。ここでスッと入るこの変身シーン、この変身シーンの何だろう、スピード感がいいな。めっちゃお腹グーグーいってる。お腹すいた。もうそろそろゴールデンウィークっすね。5月がこの桜大戦内時間的に5月だとしたら、ちょうどまあゴールデンウィークあたりの話かな。あったんだって。
ゴールデンウィークはこの時代にあるかどうか、ご来号なんですかそれ。誇る地下列車、弾丸列車、ご来号のシステムは何かと謎。こう地下にこう打ち込んでいってシュルルルルってなる。シュルルル、敵が何をしてるのか様子を見る選択も考えられるよ。様子見で情報収集、こういう場合はこういう方が、俺はいいと思う。月組が、諜報部隊月組が、敵の目的は戦略拠点の造営です。破壊すべき資材に印をつけたそうです。それだけを破壊してください。了解だ。アイリスお出かけだよはちょっと舐めすぎだな。行きましょう。朝ごはん前に戦うのか。ちょっとまだ眠いな。朝6時ぐらいかな。いいねいいね、桜大戦2はやっぱり2はいいね。1とは違うのだよ。1とは11のこのなんだろう、上がる感じが、テンション上がりますわっていう。そしてゴーライゴに乗って出撃でございますね。2話にしてこのムービーラッシュ、いやクオリティほんと高い。これがゴーライゴーです。ガシいや、謎だよな謎だよな。こうぐるぐるぐるっとなっていかにも速そうだし、だけどまあ大神くんだよなとやってくれろ。さて定義に戻るとするか。まだムービーが続く。心臓一突き、心臓に一発、誰も付き人がおらん。ま、撃ったのは大体想像できるけどな。冗談じゃねえ。俺はゲルだ、定義義によ。陸軍人が少なくないか。俺の可愛い子供たちがいるんだ。ここでこんなめっちゃ死にそうですや。くたばってたまるか。もうちょっとあの余韻というか入りまでの余韻が欲しかったね。いきなり死にそう。まあいいや、よし今日ここまで。